今日はスペシャルゲストということで、ハリーポッターと魔法の歴史などの出版翻訳で知られる宮川美桜さん、英語名美桜タットさんにお越しいただきました。美桜さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。美桜さんはね、ハリーポッターと魔法の歴史とかハリーポッター関連の書籍をたくさん翻訳をしていらっしゃって、でさらに ATA の、認定翻訳者でもあり、ATA の認定グレーダーの採点官でもあるという素晴らしい経歴の持ち主です。今日は、美桜さんに出版翻訳について詳しくお伺いしたいと思います。はい、まず美桜さん の、まず最初に経歴からお伺いしたいんですけれども、はい、美桜さんはこれまでどういった経歴で、まず翻訳歴は何年ぐらいなんですかね。翻訳始めてから、17年ぐらいになります。あ、結構経ってますね、そしたら。そうですね、はい、でどういった経歴で、きっかけで翻訳者になられたんでしょうか。私一番最初にした仕事は日本語教師の仕事で、それをしばらくした後に今度は編集の仕事をしてまして、まあ、仕事をしていない期間も挟みつつ2つの会社で計6年ほど編集の仕事をしていました。でそれをやってって今度は家でできる仕事がいいなと思って、でフリーランス翻訳者になりました。うんうん、あ、そうなんですね。はい、編集のお仕事というのは何か書籍関連とか何か出版関係のお仕事だったんですか。この編集の仕事っていうのは、はい、日本語だけの編集の仕事で、これは翻訳とは全く関係ないんですけれども、うん、シアトルの会社で、うん、その現地に住む日本人とか、まあ、日本語喋る方のための定期刊行物っていうんでしょうかね、ニュースレターとか、それからタウン誌みたいなものを編集してました。そうなんですね。でそこからフリーランス翻訳者に転身するというのは、フリーランスになられたということですけれども、はい、どのように翻訳の勉強をして翻訳者になられたんでしょうか。割といきなり始めたっていう感じで、そんなにちゃんと勉強したわけじゃないんですけれども、それに役立ったなと思うのはその編集の経験ですよね。日本語を書く力っていうのが、その編集の仕事を通じて、ついたような気がします。こう分かりやすく筋の通った文章を書くっていうことと、あと表記の仕方ですよね。何を漢字で書くかとか、何をひらがなで書くかというようなこと、そういうのが編集の仕事で身についたような気がします。翻訳の仕事をやってみようかなって思っていた時期に、自分でマニュアルを翻訳してみたりとかしてました。その日本英語のなんかカセットデッキみたいな、なんか CD プレイヤーかな、なんかそういったものの説明、取扱説明書、はいはい、それを英語から日本語にしてみたりとかしたこともありましたね。それはお仕事でやってたんではなくて、勉強っていうか、自分で勉強として翻訳してみようということで自分でやってみたりっていうのはやってました。あ、そうですか。それからですね、アメリアっていう会員制の翻訳者ネットワークがあるんですけれども、うん、そこに加入して、うんうん、でそこで毎月翻訳力のテストみたいなのがあるんですね。トライアルと呼ばれるんですけれども、はいはい、でそのトライアルをやると、採点されて、その評価が ABC とかってついてくるんですけれども、うん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 、それをやることで自分の翻訳がどれぐらいのレベルにあるのかっていうのをチェックするのに役立ちましたし、あとその模範の訳とかもあるので、それと自分の訳を比べて勉強したりとかしてました。うん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 、あ、なるほどなるほど。そうやって翻訳の勉強をしたということですね。はい、で初めはそしたら産業翻訳者としてデビューされたんですよね。そうですね、そういうふうに言えると思います。はい、うんうん、最初のお仕事はどういうきっかけっていうかで取られたんですか。私もうその時には、うん、ATA の会員になってまして、あ、はいはい、でその ATA の会員名簿ディレクトリーありますよね、はいはい、それを通じて問い合わせが来たりとか、うん、それから自分で履歴書を翻訳会社に送ったりとかして、うんうん、それでちょっとずつ増えていきました。あの仕事が、あ、そうなんですね。あ、じゃあそれで ATA を通じてこう産業翻訳系のお仕事を取るようになって、で最初は産業翻訳者として活躍しておられたということですね。はいはい。
で、そこから出版翻訳者になられたっていうことですが、その産業翻訳者から出版翻訳者にこうどういう道が、どういうきっかけで出版翻訳者に、なられたんでしょうか。はい、一言で言ってしまうとコネなんですけれども、前にしてた、前に働いてた編集の仕事をしてた会社の、で一緒に働いてた方が、その後にですね、その、本の、編集をする会社を、立ち上げられていて、で私はそのことはずっと知らなかったんですけれども、ちょっとしたきっかけでその方と連絡を取って、でその時に私がちょっと 本の翻訳ちょっと興味あるんです、やってみたいと思ってるんですって言ったら、それから何でしょう、1年ぐらいしてからその方から連絡があって、ちょっとこういう本を翻訳しようと思ってるんだけれども、どうですかって やってみませんかっていう話が来ました。そうですか。それが最初に翻訳された本ですか。はい。それはじゃあ、それもまたハリーポッター関係の本ですか。はい。一番最初に翻訳したのは、はい、ハリーポッター魔法生物大図鑑っていう本で、これ2015年に出た本ですね。あ、素晴らしいですね。じゃあまあ、ミオさんがこういう本を訳したいって言ったっていうよりは、こう先方がこういう本があるんだけど訳してみないって声をかけてくれて、はい、でそれをお受けしたっていう感じですね。はい、そうなんです。私はそれまで、ハリーポッターも読んだこともなかったし、映画も見てなくて全く知らなかったんですけれども、そのハリーポッターっていう物語があるっていうのは知ってましたけれども、その内容は詳しく全然知らなくて、なので、最初に翻訳した時はすっごく大変でした。そうでしょうね。だってね、それでなくてもハリーポッターってすごいこう特殊な世界じゃないですか。そうなんですよ、ね、そのハリーポッター用語とかもありますしね、それからその、話の筋を知ってないとちゃんと訳せないじゃないですか。だからその物語のを把握して、あと人物の関係とかも全部把握して、調査がやっぱり大変ですね。そうですか。で実際に翻訳してみて、で産業翻訳と出版翻訳で翻訳の仕方とかちょっと勝手が違うなって思ったようなところはありましたか？そうですね、やっぱり時間がよりかかりますね。私ちょっと比べるために時間計ってみたことあるんですけれども、すごい実務翻訳に比べて 1.5 倍かかってるっていうことが分かりました。やっぱり翻訳するときにも、もちろん調べ物もありますけれども、表現とかも意訳が必要だったり工夫が必要になりますよね。やっぱり時間かかるんですよね。それであと見直しもすごく時間かかるんです。実務翻訳だと私、通常平均2回ぐらい見直しをしてるんですけれども、出版翻訳では、4回はするようにしてます。で毎回方法は変えるんですけれども、なのでやっぱり時間かかりますね。あ、すごい時間がかかってるんですね。そうですね。そうですか。いや、それは大変ですね。そうですね。でも楽しいですけどね。まあね、そうですか。じゃあそれだけ時間がかかってるんであれば、本を一冊翻訳するのにですね、どれぐらい時間がかかるんでしょうかね。ですね、本の長さにもよるんですけれども、確かに、2週間、短い、本当に短いのだと2週間ぐらいで終わったのもありますし、私が翻訳した中で一番時間がかかったのは2ヶ月強ですね。私が翻訳してる本って絵や写真が割と多いので、なるほど、それほどはかからないみたいですね。通常 その小説なんかだとやっぱり文字が多いので、3ヶ月以上かかるのは普通だっていうふうに聞いてます。そうですか。でも2ヶ月って言ってもその間はもうその缶詰っていうか、その書籍の翻訳にかかりきりっていう感じになるわけですかね。でも私その間も実務翻訳の方の仕事も少しは受けるようにしてます。あ、そうですか。
はい、っていうかその2ヶ月半も全く何も、うん、あの実務翻訳の方を断ってると、うんうんうん、もしかしたら忘れられちゃうかもしれないじゃないですか。そうですよね、心配ですよね。来なくなっちゃったら困るので両立させるようにしてます。おー、それはすごい。で例えばですね、あの本の翻訳をすることが決まったら、うん、あの実務翻訳でいつも仕事をくれているエージェンシーに連絡して、うんうん、これから何月 何日までは大きなプロジェクトは受けられないんですけれども、うん、少ない、うん、例えば何ワードまでの仕事なら多分受けられますっていうことをね言っとくんですよ、うん、で、まあ、そういうふうに連絡しておくことで、あの本の翻訳が終わったらまた声をかけてくれるっていう感じですね。あ、なるほど、それは賢いですね。あとですね、絶対にキープしたい仕事っていうのがあの実務翻訳でありまして、うん、でそれはね、本の翻訳中も必ず引き受けるようにしてます。あ、そうなんですね。それは定期的に来る、それで時間はそんなに1回の仕事はそんなにかからない、それでかつ内容が私が大好きな仕事があるんですね。あ、そうなんですね。それはもう死守したいので絶対に本の翻訳中も引き受けるようにしてます。おー、なんか特別な分野かなんかなんですかね。あ、食べ物関係ですね。あー、そうなんですね。食べ物関係、私の好きな料理とか食べ物関係の翻訳なんですけれども、うんうん、それはそんなに大きくない仕事だし、うんうん、定期的に来て楽しいので、うんうん、受けるようにしてます。あ、なるほど。そういうね、好きなお仕事だったら本を翻訳してる間でもちょっと息抜きみたいな感じで受けられるかもしれませんね。そうですね。あとその本の翻訳のスケジュールの方もちょっと少し余裕を持たせておいて、うん、で、他の仕事も少しできるようにしておくっていう感じですね。あ、なるほど。そうやってこう両方を両立させながらっていう感じですかね、はいはい、うーん。